国家専門職2019年の問題です。地点 A から D は平坦な土地のそれぞれ異なる位置にある次の音を分かっているとき CD 間の距離は何メートルかということなんですが、この問題は10メートル刻みの格子を入れて整理していきたいと思います。条件 B は A から西へ20メートル北へ10メートルの位置にあるということなので、これ1対2対ルート5の関係性なんですね。1対2対ルート5の直角三角形です。C は A より東側で、C が A より東で、D が B より北で、D が B より北で、AB 対 BC 対 CA がルート5対ルート13対ルート10である。AB のルート5はもうピンときたわけなんですが、BC と CA がよくわかりませんが、次です。BDEは AC の3倍の距離で、BD と AC は平行、BD と AC は平行ですね。CA が AC がルート10ですから、ルート10、3倍ですから、BD はまあ3ルート10とかけるわけなんですけれども、比はですね、このようにかけるわけなんですけども、結局 BD と AC 平行ですから、結局 CD ともにですね、それぞれこれ右上の方なんですね。右上の方で平行の関係、平行の関係、そしてルート10の3倍、3ルート10、こんな関係性なんですね。ということは、A の右上に C でルート10、比率ルート10というのはですね、これ1の3なんですね。1対3でルート10なんですね。ここが見抜けると勝負ありなんですね。ここが C じゃないかと分かれば、これ BC はですね、2の3でルート13ですね。2対3でルート13、ルート13も納得いくわけです。はい、ということになるわけなんですが、結局 BD は AC と平行で距離3倍、AC は1の3ですから、BD はこれ3の9行くんですね。3行ってさらに上に9なので、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ここが D ということになり、CD 間は1、2、3、4、5、6、7マス、70メートル、3番正解でした。